友光寺は兵庫県加藤市にある仏教寺院。三号を六屋山と称する。宗派は高野山真言宗、本尊は肉の十一面千樹仙岩、観世恩母殺立像である。報道仙人が651年に回帰したという伝承を持つ。本堂は国宝に、首郎は国の重要文化財に指定されている。伝承によれば651年。 報道千人がゴンゲンさんに回帰したとされる。報道は天竺から紫の雲に乗って日本へやってきたと伝えられる半ば伝説上の人物である。報道回帰伝承を持つ寺院は兵庫県東部地域に多数あり、当時もその一つである。当時の創建の詳しい事情や初期の歴史については資料が乏しくあまり明確でない。大正十二年三月、 重要文化財、昭和29年3月、国宝に指定。寄せ胸作り、本瓦吹き。図ラ来との牧書により、欧映20年に本尊を移し、象徴元年に屋根の瓦吹きが完成したことがわかる。建築年代の明らかな室町時代密教を仏像の代表作の一つであり、和様に禅宗様の要素を加味した、雪中様建築の代表例でもある。 道は、桁行き七間、張間七間で、正面に三軒の後輩を付す。後輩は、文政十二年に付加されたものである。組物は出組、中園内は、総都とする。道内は、手前の張間三軒分を外人ととする。その奥は、中央の桁行き五軒、張間三軒を内人とし、その左右に、脇人、後方に後人を設ける。内外人境は下をこう指 上をひしごうしの欄間とする。柱間装置は、正面の中央5軒と側面の出前から2軒目及び3軒目を3カラドとし、正面の左右両端間と側面の前端間を連ン窓とする。ありがとうございます。